来ない。え、コメントが出てこないんだけど。コメントが出てこないからもう一回。あ、出た、コメント出た、よかった。ただいま。ループループ。あの、一人フリートができないって言っている女の子がいるんですけど、なんでだと思いますか？私世界止めれちゃうの。ループループって言ってツイッターあれなんですか今。お、私もフリート一生できないって。不具合だって。不具合なのか。あ、私もできないって。みんなできないんだ。みんなフリートできてない説。昨日から調子悪いの？あ、それぞれなんだ。でもフリートできない方もいるらしい。ありゃま、ありゃまりゃりゃ、ありゃまりゃ。だってフリートしたい人フリート本当だ、できないって。じゃあみんななんだ。しゃあなし、しゃあなし。そっか、あれじゃない、みんなが SNS いっぱい更新するかも。ツイッターさんはもうお手上げ状態みたいな。お手上げってなってるんじゃない多分ね。日曜日だから。できた？嘘。できた。できたらしいよ。見てないかもしれないけど。頑張ってん。厚底？厚底の靴でおすすめのブランドとかありますか？でもなんかアンが今なんかサンダルが欲しいなって思ったんですよ。で、アンも絶対その何？私も絶対ヒールだ。厚底とかヒールとかがないと無理な人なんですよ。でもなんか可愛いサンダル欲しいなって思ってて、そう、まあもうちょっと夏だしね。まあ最近はこう春で、春になったら靴下ありのサンダルとかもまあ可愛いじゃないですか。だから、うん、バブルスとかも可愛いし、でもなんか結構何コスパよく買うんだったら、私が今買おうとしてるのはヘザーかナイスクラップのサンダルを、そう、買おうかなって今悩んでるよ。なんかまあ厚底だし、あとキラキラのサンダルが可愛いなって思って、そう、キラキララメみたいな。そう、ラメサンダルみたいな。それは1万円しないぐらい、6000円ぐらいだから、まああのお手頃価格なんですよ。だから私がこの夏、まあもうちょっといいの、なんか自分があこれって思うやつが巡り合えれば、まああれなんだけど、しかもなんかナイスクラップとかヘザーって SML があるんですよ。私はもう S じゃない、まあ M でもワンチャンいけるけど、まあ、基本的に S だから、なんかそういうサイズ展開がいっぱいあるのもありがたいから、私は靴屋さんというより結構洋服屋さんでもう靴を買います、はい、そう、そう。でももう最近なんか靴をね、なんか同じのなんか3足ぐらい、なんか冬になるとまあ4ブーツを履いてたので結構黒の4足ぐらいを本当になんか混合で履いてたんですけど、もうなんかまああんまみんなそうなんですけど、まあ靴ってそんなさ
なんか持ってても履かないんですよ。本当になんか1回しか履いてない靴がいっぱいあって、なのにもう同じ靴ばっか履いちゃうんですよ。もうねダメそうだから、まあサンダルを1個買おうかなって思ってます。だからね、なんか黒のなんかブーツみたいなやつを冬は結構履いてたんですけども、なんかそういう冬の生地だからちょっとあれだなって思って、あのでも黒のその夏とかでも履ける白か黒のなんかブーツみたいなのも欲しいなって思ってて、私はでも自分的に似合わないのが足首よりちょっと上ぐらいの靴があんまり似合わなくて、そうだからなんかちょっと何ロングブーツか、だからアンは足首までの普通の靴を履きますっていうアンナの情報でした。参考になったら嬉しいです。タワーコンティヌちゃん、本名をバラしていいですかバラしませんありがとう。だわ、なんか今日久々に話せた気がして嬉しかった。 I love you。 爪を見せたいハート、ねじりハートありがとうございます。だわこんちゃん、こんちゃんはね、こんちゃんっていうの、こんちゃんはね、ありがとうだわ。コンティヌちゃんの公園でお花見したくない？コンティヌちゃんの、イコラブに入って約4年間毎年みんなで言ってるけど一回も叶ったことがないので夢を叶えてください。コンティヌちゃんのティアモ、ウォアイニージュテーム、コンティヌちゃんのヌぬくぬぬー、脱ぎ捨てた服が、脱ぎ捨てた上着がそこにあります。はははは、そうです、先ほど帰ってきた瞬間に脱いでほいってあったものがそこにありますっていう報告です。大丈夫よ、あのちゃんとショールーム終わってあれしたら片付けるから。かわいいって言ってくれて嬉しいんだよ、ありがとうなんか多分ね、お話し会とかの後とかライブの後テンションが高いんですよ、私いつもより多分なんか調子がいいのよ、なんかなんていうの、お声の、お声のじゃない、なんていうの、心のやっぱみんなと話して楽しくなっちゃってわーみたいなテンションだから今こういうテンションなんですよ。だからなんか服片付けてないことを言っちゃった、やっちまった、やっちまった、テンション高めです。皆さんついてきてください。あ、今日は違う、おしとやかに行かないといけない、ちょっと大人っぽい感じだから、おしとやかあゆきちゃん嬉しい。なんかね、でも今日のサイン会は、今日のサイン会ね、すごいみたいな、ん、伝わらない、なんだろう、あ、なんちゃらですって言われて、みたいな、全然伝わらない、違う、なんて言えばいいのなんかあの、あ、本名で参加してくれててサイン会は、でもあのショールームの名前は何々ですって言われて、あなたがみたいになったことがなんか今日多かったです。はい、テンション上がる、そうなんですよ。バナナ T シャツね、バナナ T シャツ
4.5 人ぐらいいた気がする。 3.5 人か 4.5 人が1人2000バナナ T シャツ着てる人がいて、なんかびっくりしたんだけど、普通にねその方の番になる1個前の時にこんぐらいに見えとった時に、あ、この方もバナナ T シャツ着てるって思ったんですよ。そしたらよく見たらイコラブの白いやつにバナナとサングラスぶら下げて、なんか首からかなんかよくわかんないけど作ってたの。びっくりして、なんかだから 3.5 人か 4.5 人ぐらいなんですけど、マジしんどいよね、やること。おもろすぎて。でも本当にそう見えたからすごいって思って。そうです、マツケンさん、イエーイ、ありがとうございます。クマさんありがとう。だから点5人です。いや、そう、天才だよね、ほんと。だから半分カウントしてあげようって思って点5人です。そう、女の子も来てくれてる子いたし、そう、なんか急に別に私たちバナナ T シャツのステマとか、なんか何 PR 案件とかないんですよ。全然ないんです、普通に普通にあれなんですけど、なぜか、なんか PR してる子たちみたいになりました案件じゃないです、全然。島バナナ T シャツの店近いんですか、マジ。ノイミーちゃんのパンカン、確かにそれぞれのお店あるって。いろんなお店なんですか、ノイミーちゃんパーカーは。お店の方がでも喜んでくださったのは嬉しいですねSTU さん、福田あかりさん、え、見た、昨日かなんかのさ、ゆみりんさんのやつですか、それ見ました。面白かった、あれすごいリアルですごいって思った。めぐるさん、くまちゃん、ありがとうございます。めぐるさん、ありがとう。みんなが何色持っているのか、黒か白、黒白。水木ちゃん、今日もキュートでしたのひみちゃんのパーカーの値段聞いてないねんくだあかりさん、かわいい。小安さん、ゆうなちゃん、ハートと花ありがとうございます。パンダになったともか、ともかちゃんうん、マツケンさん、そうだと思う届いたら大切にする、大切にしてね、みんな。デルファイさん、ミヤちゃん、チロルさん、ありがとう、ギフト。ユーマくん、ありがとう。アンペロ見た、久々にやった。なんだっけ今日のさ、なんだっけな、なんかキアラの配信でわからない言葉があって適当に言ったんですけど、あれ合ってたんですかね。本当の正解が気になって気になって、今夜は眠れない奥ゆかしい、それです。奥ゆかしい、私はなんて言ったんだっけな、わかんない、もう自分でも何言ったか覚えてない。なんかそういう奥ゆかしいよ、奥ゆかしいよ、なんだっけな、なんか言って合ってたのかな、
あ、違う、あ、名残惜しい、そうそうそう、奥ゆかしいってどういう意味ですか名残惜しいかな、なんか、じゃあキアラがショールーム終わりますみたいな言った感じの時に確か奥ゆかしいみたいな言ったから名残惜しいのかなって思って、どういうこと？奥ゆかしいってどういう意味なんですか？あ、お上品的な意味？なるほどね。お上品、謙虚。お上品と謙虚ってでもなんか違う意味な気がする。お上品で心を惹かれる、上品な感じ、上品な感じ、あ、私のことか、私のこと、奥ゆかしい、奥にいるってこと？ゆかしいって何？奥ゆかしいみたいな、私のことか、品があるってこと？あら、ありがとう、うふふふふ、私深みあるもんね、なんの深みって何ですか？深みって何？深み？深いそっか、じゃあ名残惜しいは全然違ったんですね。一晩寝かしたカレー、あ、今日ファンの方カレー作ってるとこ見せてくれた何から何の話につなげてんのって感じなんですけどね。あんちゃんを表す言葉ではないようなって、そんなさ、そんなさ、ドストレートに言わないでよちょっと今日カレー食べたん、いいね。今日はね、今日あのおしゃれに、なんかアイスラテの出来上がりってアイスラテ飲んでました。ハロー。そう、今日そのなんかね、なんか飲み物がそういうのがあれば、なんか結構食べちゃわないというか、そうだから、なんか今日買ってずっとアイスラテを飲んでました。美味しかったです。しかもなんとイコールラブの L サイズにしてみました。はい、L、夜ご飯はそう、今日もなんかおむすびとかパンとかあったんですけど、誘惑に負けちゃダメだって思って、なんかねローストビーフサラダを買ってたの。そうで、これをお家に帰ったら食べようって思って我慢して、だけお話し会じゃない、サイン会中お腹がめっちゃ空いてました。ローストビーフサラダ食べたの美味しかった。でもなんかドレッシングは結構多めが好きなんですけど、なんか全部に上の肉にかけちゃって、なんかサラダにあんまりドレッシングが行き渡らなくて、そうだから頑張ってめっちゃ混ぜてローストビーフと一緒に食べました。あるあるそう、でもなんかこの前聞いてください、人参ドレッシングを食べたんですよ。めっちゃ美味しかった。人参ドレッシング、私、あの私が人参ドレッシングをこんなに美味しいって言って、そうなんです、めっちゃ美味しくて、なんかもうその日なんかしかもローストビーフを作ってくれてて、そうで、なんかそれをね、もうめっちゃ大量にあったのローストビーフが。
そう、それにサラダとかもあって、そのサラダがもう作ってくれてて、人参ドレッシングだったんですけど、本当に美味しくて、もうずっとローストビーフとその人参ドレッシングのサラダをずっと食べてました。別にもともとは人参は別に食べようと思えば食べれるけど、なんかわざわざ食べないっていう感じだったんですけど、本当に美味しかったです。玉ねぎドレッシング好きよ。まあ、人参って本当は甘みがあるんだよね。やゆゆさん、こんばんは。こんばんは。オニオンドレッシング好きよ。美味しそう。どんな味かは忘れたけど美味しかった。なんかずっと食べてました私。そのサラダとローストビーフ。やっぱねローストビーフ作りたい。今度ローストビーフ作るよ配信してみたいな。人参ドレッシングどこにでも売ってた。なんかスーパーとかで人参ドレッシングをわざわざ目に入れてなかったんですよ多分。もうなんか自分の脳内から除去されてたから見えてなかったんですよ。でもよく見たらどこのスーパーにも人参ドレッシングって置いてるんですよ。余計なんか置いてるんかいって思いました。ローストビーフ作ってみたい。なんかクリスマス、今年違う、去年のクリスマスに作りたいって話をしてて、そうマイカにもなんかマイカとなんか話してたんですよ。でなんか、あ、じゃあローストビーフ作りたいみたいなこと言ってて、だけどそうなんかでも結局作んなくて、そうだからいつか作ってみたい。まあ私のいつかはいつかなんですけど。でもこの前ね料理配信したから、でも私は分かった、キッチンからやっぱ料理配信をした方が楽っていうこと。鍋で作る、そうローストビーフは鍋ですよ。なんか多分最初焼くんですよ、全面を焼いてこうやってカクカクカクって回しながら。でその後多分私の予想ですよ、アルミホイルに包むんですよ。でその後まあサランラップはしないのか、かなジップロックとかに入れて、で沸騰したお湯とかに入れたりするんじゃない多分。のいみーちゃんキッチン配信多いんだ。合ってるって、やった。そうでもこれが何分間とかは全然わかんないから、そうでも思ったより多分そんな難しいわけじゃないんですよ。でも時間がかかると思うんだよな。可愛いね、お菓子作りするの。でもあんも一時期さ、なんかクッキーみたいなの作るのにハマってたよ。なんか去年のでけん3月とか4月ぐらいになんかすごいクッキー作るのにハマってて、そうなんかクッキーとクッキーみたいな、なんかなんていうん、なんかメロンパンの上の皮みたいなのを作るのにハマってて、そうなんか何回も作ってた。私もねお菓子よりご飯作る方が好きかも。でもそうサクサク、なんか一回メンバーちょうど、まあ、もうコロナまだでもそんなになんかここまでなってなかった時にさ、ミリニャの誕生日のケーキとかを出した時にさ、なんかみんなで配信したじゃん。その時に作ってて、そうすごいね好評で、メンバーがすごいいっぱい食べてくれてて、そうなんか配信外にでも置いてたのね普通に。
そしたらめっちゃもう全部なめっちゃ大量にあったけど、結構食べてめっちゃ食べてみんながなくなってて、そう嬉しかったんだけど、まあもう食べたかったけどまあ嬉しかったんでしょう。みんながすごい食べてまあしかも焼きたてだったからそう食べてくれてたんだけど、その頃にすごいハマってて、なんか結構よく作ってました。いや、なんか1、2枚食べてた、1枚ぐらいは食べてたと思うけど、そうでもみんなが美味しいって言ってくれて嬉しかった。もうなんか材料のこととか全部忘れたし、あれだけど、そう多分なんか2月にバレンタインでクッキーを焼いてたんですよ。それで多分クッキー作りにハマって作ってたんだと思います。焼きたてクッキー美味しいよね。出来たてって何でも美味しいですよね。まあまたなんか配信しますね、時間あるとき。やっぱ何でも出来たてとか美味しいよね。パンとか、ね、パンやっぱ美味しいよね。ちかちゃん一つ結びありがとう。ケーキの出来たて、ケーキのスポンジの出来たてはあんま食べたことないな。あんまスポンジを作った、スポンジは作ったことないかな。たこ焼き配信したい、たこ焼きしたいんだよね。でもなんか一人でたこ焼きするの寂しいからメンバー呼ぼうかなメンバーがいれば。出来たて食べたいな。でもたこ焼き私別にタコなしでもいいんだよねタコじゃなくて私キムチとチーズが好きなんで、キムチとチーズでいい。でもさ、なんかたこ焼き器って2回目が一番上手にできると思うんですよ。でもさ1人でやってもさ多分1回でもう全然いらないじゃん1回目で終了じゃん。だからね、粉もんは、まあ別にお好み焼きとか好きだけどね。でも正直広島のねお好み焼きってあんまり粉もん感なくないですか。ある、なんか麺じゃない、どっちかといったら麺類じゃない。なんか大阪のさ方のお好み焼きはさ粉物っていう部類な感じがするけど、広島のってなんかもう生地一番下にペラペラなのが粉物なだけで、なんか麺類なんですよねどっちかといったら。だからね、そう思うよね。だから粉物な気があんまりしないそう麺とキャベツとみたいな感じだから、ソース食ってるような、もうそれはスパイラーメンさんだけですあなただけ キャベツは多いよ。だから健康的よ、意外に。お好み焼き、広島のお好み焼きはとってもおすすめですうん、麺はお好み焼きの麺はうどんよりそば派かな。でもまあ確かにあれなのかな、そば、うん、わかんないけど、うどんもある。なんかいおりはお好み焼き食べた時にうどんがいいって言ってて、まあもともといおりはうどんが好きだからすごいうどん派なんですけど、それ以外のメンバーはみんなそばって言ってます。
え、そう、目の前とかで作ってくる、お好み焼きを作る過程を見るの楽しいですよ。なんか結構、しかも鉄板でカウンター席とかお好み焼き屋さん多いので見れるんですよ。あ、ずっとちっちゃい頃からよく見よったお好み焼きの作るの。お好み焼きにうどんあります。全然、でも基本はそばだけど、うどんも結構売ってる。武蔵のおむね、わかる、美味しいよね。確かにもんじゃ、まあでももんじゃはさ、結構自分で作るが多いよね。持ってきてもらうってなくない？もんじゃを作って持ってきてもらうって、その鉄板で自分たちの鉄板で作るから。でももんじゃあんま食べてない、最近。焼きそばとご飯は私は一緒に食べないですね。なんかでもお好み焼き屋さんってお好み焼きだけじゃなくて基本鉄板焼きなんですよね。だからいろんなそのお肉とかも結構ね売ってくれてるよ売ってくれてるっていうかメニューにあって、そう、なんかねちょっとした居酒屋みたいなイメージなとこも多い。なんか本当にお好み焼きしか売ってないっていうお店も多分あるだろうけど、結構なんかなんだろう、お肉とかあとエビとかイカ焼きとかなんかそういうのも売ってます。私はヘラじゃなくて箸で食べます。男性はね結構ヘラでそのまま食べる人もいるけど、もうでかいし熱いしで、私はちょっとねちょっと食べれないかな。結構サイドメニューも充実してます、どこも。って感じですね。お腹空いてくるね、こういう話してた。お腹空いてきます。え、てかさ、今日ってさあれですか、行かないどうですかの放送日ですか、今日の夜ですか、それとも明日の夜ですか把握しとけって、なんかどっちだっけと思って。19日ってことはさ明日の夜、明日か。じゃあ今日ではないんだ、明日らしいいつもこういうの分かんないんだよね。だってさ、だって19日のシーン、19日じゃん、明日19日じゃん、分かんないんだよね。なんかマヨラボの時も一回そうだった、昔の。辛いラーメンは好きじゃないです基本的に食べれない。ビンゴの時間マジでもね、なんかそういうのもずっと録画で生きてきた人だからね、深夜ねあんま分かんないんだよね。明日か、お楽しみにお楽しみにとか言って怖いな、放送されるははは。トレンド入りさせたいな、任せたよ任せたよ。のいみーちゃんもみんな放送日混乱してるって、やっぱみんなそうよね。 CS で見るね、うん。寒くなってきちゃった、25時58分でも
今日の20だって、今日はもう4月だって、今日の4月19だって18でしょ今日で、明日が4月19でしょ、19日の25時28分、って思っちゃうんだよね。難しいね。脱ぎ捨てた上着黒なんだよね、白飛びしちゃう。だから頑張ってください。ありがとうございますカズさん、頑張ります。ストーブ、まだストーブつけてんの上杉さん。あの今シーズンの冬ストーブっていうかエアコン暖房家でつけたのマジで3回ぐらいなんだけど、あんまつけてない。あ、いいこと思いついた。今日も配信終わりますって言ったらちゃんと起立しよう、起立して終わりますってやる。そしたらもうね、今ね絶対ねこのまんまねもう座ってね起きれんくなる。だけんね、絶対に今日はあれしよう、やることはない。今日は、今日の夜はもう別にないです、やることないんですけど、特に別に大丈夫なんですけど、明日は、明日は、あ、でもワンチャン明日朝配信しようかなって思ったり思ってなかったりって感じです。今日は昼過ぎぐらいから配信ちょっとしたんですけど、でもあんまさ、明日やるとしたら8時台とかからかな。逆算中、今8時半からとか8時半9時とか、あんまさ見れる人少ないかな、どうですか、いますか、逆にその時間微妙。なんか朝ならもっと朝がいい、昼だったら昼は結構昼休憩の方、11時ぐらいからとか11時半からとかぐらいは結構見てくれる方が多いんですけど、8時台とか9時台って微妙ですか、あんま見れない。学校だよね、仕事とか。そっか、どうしようかな。ああ、明日は何時に帰ってくるんだろう。よいしょ。こういう時に iPad ちゃんで確認しましょう。おお、いやー昼やりたいな。昼っていうかやっときたいなって思うから、ワンチャンやるかもしれない。お腹が鳴った、マジでお腹すいた。いや夜は怖い、夜できるんだけど、できるのが明日の夜は10時ぐらいからかなって思ったから、やっとこうかな、ちょっとだけ。
明日やっとこう、ちょっとだけできたら、あの起きれたら、朝起きれたらにします。朝起きれたらにしますので、まあ大した話はないかもしれないけどなんか暇な方は来てください。暇じゃない方はお仕事や趣味を頑張ってください。でも明日は別になんか髪の毛やったりとかしないし、メイクも多分やんないと思うのですが、多分珍しく iPad に充電が 78% もありますです。うんですね。明日ヘアメイクは多分しないです。ショールームきっと暇ですってコロンちゃん明日からまた1週間始まるね。アイコンさん今日嬉しかったよ、ありがとう。そうだね、明日からまた月曜日、なんか本当に1週間が早いし1ヶ月が早いです。なんかもう武道館終わって3ヶ月とか経ってるって考えたら、ちょうど3ヶ月ぐらいじゃない、本当にちょうど3ヶ月本当にぐらいって考えたら、もうそんなに経ったのって思うし、なんかね、もう年が明けて4ヶ月経ったのって思うし、なんかもう4月終わっちゃうのとも思うし、なんか4月この前始まったばっかじゃんって、この前は新生活頑張ろうねって言ったのにあと10日ぐらい、もう本当に10、10日とかでしょ4月も終わるの、なんかえみたいな、もうなんかもうすぐ24歳になっちゃう、え、やばくない、あ、24歳になるの、いやまだ数ヶ月後だけど7ヶ月後だけど、でも7ヶ月も絶対あっという間に来るじゃん、どうしようって感じ、どうしたらいいですか。え、次の予定はあれですよね、24が最後のサイン会で、24が、間違えた、25が名古屋、今んとこですか。うん、でも確かに充実はしてると思う、すごく充実してますね。確かに結成日もうすぐ、確かに、ね、いおりさんも誕生日来るし、そっか、まだ24って思えば大丈夫そうだよね、まだ24 4月29日になったらメンバーと出会って、丸4年ってこと？丸4年が経ったってことか。うん、この前3周年のライブして、この前っていうかライブして、次4周年だけど、一旦出会ったのはだから丸4年なんだ。そりゃあね、年も取るもんよ。だってファンの子とかがなんか中1ですとか高1ですってとかっていう子たちがなんか一個なんか学年じゃなくて、なく、なんかそんなに中学から高校とか高校から大学とか、なんかそういうねのが結構そういう報告がね多かったんだよね。だからマイクが友達とご飯行くために先帰ってから4年か、そうなの、そうだったっけ覚えてない。え、当日に、最初アンナがイコラブ最年少だと思ってた、それはマジでそれはやばい、マ
ね、気づけば私もなんか大人になってた。フルフルの時だよね。そうです、だよです。懐かしいな。429だって。429お祝いしようね、みんな。429お祝いしようね。大人になってた。10代だったのに。入った時はまだ10代だったのに。お酒なんて飲めない。お酒の話なんて基本的にあんま、そんな話題に全然なんなかったのに。今じゃあショールームでもお酒の話をするようになって、まあ飲めませんしか言ってないけど。誕生日は1130です。11月30日です。わあ、わあ、びっくりしちゃうね、ほんと。寒いね、それよりも。4月29、今あと11日か。言うてあと10日ぐらいか。もう今日終わっちゃうし、という間ですね。丸4年か。なんかエモい。なんか丸4年って考えたら、なんか早いのか普通なのかもうよくわかんないけど、でもみんなんか高校の3年間とか中学の3年間とかより長いんだなって思うね。すごい、自分が受験、東京に来て上京というものですかね。合ってますかね。押して4年なんだなって思うと、4年もあん東京に住んでるんだなって思うね。なんか広島におる時はそのアイドルになりたいとかあったけど、でも現実的に東京で自分が暮らすってあんまり考えてなくて、そう、あんま考えてなくて、なんでだろう。アイドルになりたい気持ちはめっちゃ強くて、いっぱいオーディション受けてたのに、東京に自分が住むっていう想像は全然してなかったんだよね。だけどなんか今考えたら不思議です。4年間ももう東京に住んでるんだなって思うと、私だって広島でも電車で動けない人で、新幹線一人で乗るのも怖かったし、そう、絶対私東京で無理だって思ってたの。本当になんか親結構いないと生きれない多分タイプだって自分で思ってたし、なんかなんていうん、なんか絶対電車とか本当乗れないって思ってたんですよ。なんか広島でも乗れなかったから、で東京に来て、もう 今じゃもうなんか集合場所、例えば約束とか友達と約束してもどこにでも多分一人で行けるし、電車もいろんな線分かるようになったし、やっぱ4年間東京にいるとね、なんか自立したなって思う。そこは自分で、なんか自分で一番成長したポイントかもしれない。だけどさ、なんかさ、なんか親とかがその東京に来た時に、そのホテルとか、まあその会場とかさ、まあそれぞれ行き来とかするじゃないですか、家とかさ、なんか場所をさ、その、まあ、武道館とか来とったんですけど、武道館からとかでもさ、なんかその距離だったらさ、別にタクシー乗らんくても、いやもう普通になんか電車ですぐよみたいなとか言うんですよ。案がしたら、無理、嫌だみたいな、絶対迷子になってなるから、タクシーでいいみたいな言ってくるの。
ではアンがえなんでみたいな、電車めっちゃ簡単よとか言ってる自分に笑っちゃうの。あれみたいな、私ってそんなになんか電車とか全然広島で乗れないくせに、なんか東京に親が東京に来たらすっごい知ったかぶって、えタクシーなんか使わんでも行けるよみたいな、電車で行けるよみたいな、なんちゃら線でなんちゃら線でみたいな、なんちゃら一駅よみたいな、もう何円で行けるよとか言うの。今考えたら自分なんで自分にめっちゃウケるんよ。生きっとるよね。そう。でもなんか親はそこでなんか迷子になる方がめんどくさいから、いい別になんか東京駅着いたらタクシー乗るしみたいな言われて、うん、そうですかみたいな。いやなんか面白い。でも確かに今駅の中、駅構内をめっちゃ歩かんといけんなっていう時はすごいある。だけどさ、何号車に乗ったかによってマジでさ、あとなんかもうこっち側の階段かこっち側のエスカレーターからかどっちかからもう一か八かじゃん、なんかもうめっちゃ近いかもう逆かみたいな、なんかそういう時ないですか？もう北口一番こっちなのに南口の方にいるわみたいな、本当になんかもうショックになるんですよそういう時。だから確かにめっちゃ歩くよね。3号車しか、なんで3号車なん？わかる、新宿渋谷東京駅迷子わかるね、あるあるだよね本当に。なんかそれは広島では全然経験してこなかったんで、もうなんか何 JR はまあ確かに長いけど、でもなんか市電路面電車は別に全然長くない、本当にどんぐらいだろうね、なんか JR とかメトロ、東京メトロとかの1号車分とか2号車分もないんじゃないかな、多分1号車分ぐらいですよね多分。だからそう、確かになんか出口がそんな、しかもなんかいっぱいあるじゃん改札もさ、何もう北改札、南改札、中央改札で西口、東口なんか 3A、3B、3C もうへいみたいな、もうどこみたいな、なんでそんな出口いっぱいあるのみたいな、でも出口あるいっぱいあるからその目的地に近いからありがたいのありがたいけど難しいみたいな。だけなんか集合のなんか何分間に何分かかるかもさもう分かんないから、あんま行かない場所とかだったら難しい、本当に難しいけど行けるようになったからさ、マウント取っちゃうよねやっぱね。出口ありすぎやからな、広島駅でさえさ新幹線口とさなんちゃら口しかないんじゃない、あるのかな分かんないけど。わかる、スイカをスマホに入れる、あもう入れてるんですけどめっちゃ楽、なんかいちいちパスケースを探してピッてやったり、なんか電車の時もずっとパスケースを持っとかなくていいからめっちゃ楽、携帯ね。広島駅めっちゃ綺麗になってるよね。そう広島駅逆にでも工事してめっちゃ綺麗になってなんかよくわかんなくなるよね。広島駅北口と南口だけをね、だってさもう広島駅ですよ、もう新幹線の一番さ大きい駅ですよ、それでさえ北口と南口しかないんですよ基本的に。東京駅何個いろんなとこがあるかわけわからんぐらいありますよ、だってだから難しい。そう東京駅とかはねマジわからん、迷う、まあ、あんま行くことそんなないけどさ、てか、新幹線乗るときとかしか行かないけど、
広島駅綺麗だよ、めっちゃ。ね、丸の内、八重洲だっけそれ。そう、新宿駅もね、もう私苦手なんですよ。渋谷は結構もう行けるんですけど、新宿が私開拓できてなくて、まだなんかルミネに行きたいのにルミネにたどり着かないんですよ私なんかどこみたいな。でさ、よくさ新宿タクシーとか乗って、なんかタクシーでなんか西口と東口どっちがいいですかって言われるんですよ。よく新宿駅までって言ったらもう分かんない、あ近い方でって言っちゃう。わかんないんですよね。マジで新宿駅一番無理。そう、ルミネ12、ルミネエストとか、まずルミネだけで何個あんねんみたいな、もうわけわからん。川崎駅ですか。川崎駅にあんま行ったことがない気がする行ったことがないな。でもさ、 Google マップとかさ、何地図とかもさ、結構さ地下とかだとさ、なんか変にならない？だからゴジラがおる方で待ち合わせ。ゴジラってどこにあるんですか？ちょっと私渋谷のハチ公前しか分からん。そういうのハチ公前かモアイ像の前しか分からん。難しい、本当に。なんバスね、バスあんま乗らないかも。でもなんか一回電車が止まった時にもう時間なくてバス乗ったことあるんですけど、なんかすっごい迷った気がする。めっちゃ前だけど、なんかしかもめっちゃ雪かなんかで電車が止まって、雪だったらバスの方が止まるかでもなんかですごい電車が止まっちゃって、なんかでも急がなきゃいけなくてバス乗らんといけんってなってバス乗って、でもなんかそう、バスって一定のお金なんですか東京って。あれ、この前も話したことありましたっけ。なんか広島って2回ピッてあるんですよ。なんか降りる時が運転手さん側から降りて、乗る時は真ん中ぐらいの扉からバスって乗るんですけど、あバスによるんだ。でもあんまバスさ乗ったことないから全然わかんないんですけど、なんか広島のバスのイメージはその奥側の方で一回ピッてやって降りる時にまたピッてやるのが広島のバスだから、それだと思ってたから、なんかえみたいな、ピッてしなくていいの、えみたいな感じになった覚えがあります。バス乗った時に路線によるんだ。もう1回ぐらいしかバス乗ったことないからわかんないけど、そうびっくりした。それあ、定額もあれば距離で変わるんだ。広島は手挙げてバス止まりますか？え？バス停に止まるだけだよ多分。だけなんか緊張するよね、なんかそういうバスとか乗ると。都内はバス乗るなら足で走る派元気やな。都バス知ってる？あんま知らない。広島は降りますよボタン、降車ボタンっていうのかな、押しますよ。東京押さないんですか？いけん、バス寝れんもん。なんかもう押さなきゃみたいな、押さないと降りれないって思うから。そう
そう。いや、押すんかーい。東京でも押すんかーい。なんだそれ。押さないのかと思った。聞かれたから。押すんかい。そこはどこも一緒か。交通機関ね。あんまりバス乗らないからわかんない。電車はね乗るけど。でもよくそのちっちゃい頃とか、このバスはどこどこまで行きますかってめっちゃ聞きよった。なんかもう不安すぎてん。なんかあんまりバスとかめっちゃ乗る子じゃなかったけん、たまにバス乗らないといけないみたいな時になんかもう不安で不安で、私は目的地に行けるのだろうかって。でもすっごいバスの時間とか調べてもらって、なんかこれに乗るんだよみたいななって、そうちっちゃい時になんかもうこれの、なんかちっちゃいって言ってもなんか多分6年生とかでも5、6年生とかなんか中1とかでも全然、多分私年下に見られるから子供ぶれるんですよ。なんかちっちゃい頃の方が多分もっと子供に見えて、年齢より、本当の年齢より。やけんなんかそう、なんか「この駅行きますか?」とか、「なんちゃら駅行きますか?」ってめっちゃ聞いてた。しかもちょっとそういう時はあの子供っぽく聞いてたっていう記憶があります。行きますよって言ったら「はい」って言って乗ってた。優しい運転手さんとかだったらすごいなんか気にしてくれるの。そう、ここだよみたいな。いや今はあんま聞かない。本当に分かんない時は聞くけど、そうでも基本はあんま聞かないかな。高3の時。でもさ、なんかそういうさ、なんか逆に子供です、何子供料金とかあるじゃん。でもそれってさ、なんかピッてやるじゃん。その前にさ子供ですみたいな言わないといけないじゃん。だからなんか別に本当の子供でもさ、なんか言うのもめんどくさい、言うのめんどくさいというかさ、なんかあれじゃない、なんか言う、なんかまあまあ正直電車とかバスとかあんま正直乗ってなかったからわかんないけど、子供ですって自分から自ら報告するんですかあれって。子供料金の子って。どうやるんですか、どうやったら子供になるんですか。え、でもさ、ピッてやるだけじゃん。改札通る時もそうだしさ、なんかバス降りる時もさピッてやるわけじゃん。それでさ、なんか子供ってどうやって判断するの。子供ですって自ら言ってさ、駅員さんがピッてやってピッてやるのかな。あー、学割、なるほどね。そうなんだ。学割とかも使ったことないからわかんない。そう、なんか何、学生の時さ結構定期券とかみんな買うじゃん。中学、まあ中学は買わないのかな、高校とか買ったことがないからそういうの全然わかんない。
世の中の仕組みってすごいですよね。でもまあそんなバスも小学生の頃は乗ってなかったのかな、多分。乗ったの中学生ぐらいなのかな、一人で乗り始めたのバスに。でもそんなに多分年に何回、年に 2,3 回とかぐらいしか多分乗ってないんだよね。あ、大人料金払おうとして止められたことありますらしい。あ、大人料金なんかテーマパーク系だったかな、多分。それは自分は覚えてないんですよ、親が言ってた話なんですけど。その普通に多分私小学生か5歳とかだ6歳とかだったのか、まあ、とりあえずそんぐらいだったんですよ。でなんかもう一個多分下の子の料金だ、なんか多分3歳とかぐらいだったらなんか料金がいらないとか多分あるんですよ。でなんか普通にアンの年齢で普通にちゃんと親も言うじゃないですか、何歳のことをみたいなと、大人2枚くださいみたいな多分言ったんですよ。そしたらなんかそこの方が私を見て、あでもいいですよみたいな、なんか多分私がすごいちっちゃかったから、なんかちっちゃくてそんぐらいの年齢に多分見えたのか、3歳とかそう幼児みたいな子供みたいなのに見えたのか、なんか向こうから言われたみたいな多分ことあった。今はいけないでしょだからなんか別にそう普通にそこの店員さんみたいな方が逆に言ってくるみたいな、そう嘘をつくわけじゃなくて向こうから、しかもわざわざこっちは年齢ちゃんと言ってんのに逆に言ってくるみたいな感じのことがあったらしいです。さすがに今高校生料金とか無理でしょ、中学高校生見えないでしょ、髪も言うて染まってるし、東京だとあれなのか、髪染まってる高校生も結構いるのか、もう学生証とか絶対いるからダメですよそれは。でも広島であんま高校生で髪染まってる子とかあんまいないからな。あのさ、いや、いけるよって言ってる皆さん責任取ってくださいよ本当にに寄り添いいやいやいや大丈夫です大丈夫です。大人料金で全然大丈夫です、大人なんで、24歳なんで。違う、間違えましたまだ23歳でしたウケる、自分23歳ってやっぱ面白いわでもめっちゃ大人ですよ今日、普通に街歩いてたらちゃんとお姉さんに見えますわ。逆サバ読みしちゃった、年齢確認。多分もうみんながそのなんかイコラブの山本アンナとしてのイメージが多分すごいな、子供みたいなイメージを多分自分で脳内につけてるんですよね私なんかちょっとキャラ的にみんながそう言いたくなるんですよ多分。でも多分知らない、本当に私のこと何も知らない人が見たら多分言うてあの子供に別に見られないと思うんですよ。皆さんがもうそのイコラブの山本アンナとして見てるからそうやって
多分いやいやな、もう小学生でいけるよ、中学生でいけるよ、高校生でいけるよみたいな感じなんですけど、多分普通の一般のそのイコライブのこと全然知らない方が今の私を見ても別になんかそう思わないと思うから、うん、みんなもうねイメージだと思う、私のもうそれが洗脳されちゃってそう、カープファンでございます、確かにって、あでも確かに確かにイコラブに入った時はあの、まあ、髪の毛も全然染まってない黒だし、まあ、服装とかも含めてまあなんかそのメイクとかもあれだし、確かにその時はまだまあ10代だし子供に見られがち、それは納得します、高校生に見られたりなんかメンバーよりもっと年下に見られるっていうのはまだ納得はできる、あの頃はね。でも今の私はそんな高校生に見られたりとかはしないんじゃないかなって、確かに制服を着て髪もストレートでみたいな感じだったらまあいけなくはないのかもしれないけど、でもうちにこういう格好とかをすごい今リアルに本当にガチで話してるねちゃんとメイクとかして髪巻いてとかこういうことしてたらあのちゃんと年相応に見られるって思う。制服ね、なんかでも今回の制服は本当になんかなんだろう、めっちゃガチ制服みたいな感じだったからちょっとねびっくりした。でもアイドルしてる間はちゃんと制服が似合う子でいたいなんか制服あのちょっともう制服きついねって言われる言われないように頑張るね。でもさ全然さ例えば柏木由紀さんとかさ制服着ててもさやっぱ可愛いって思うじゃん、全然やっぱ普通に綺麗だなって、なんかそんなさ思わなくないですか、制服とかなんかすごいなって思う。ねえ、やっぱ中身からさ私は大丈夫まだ制服着れるってって思っとかないとさダメですよね。なんかもう自分がさあもう制服に合わないとか思ってたらそれがさ多分にじみ出ちゃうんですよ。だからやっぱ自分はあの制服に合うって思っとこ。でもゆきりんさんはもうオーラがすごいし本当に綺麗だしなんかスタイルもすごい素敵だし、もうなんか存在がキラキラしてるから、なんかもうゆきりんさんに初めてお会いした時にもうイコラブのメンバーみんなやっぱ本物やってみんななってたから、そう、すごいですよね。自分の気持ちに負けないようにしようって思いました。なんかもうそう芸能人やーみたいなオーラやーって感じだった。こんばんは A さん、乃木坂さんのメンバーさん、でもあの生のアイドルが好きは何回だ ?3 回ぐらい ?2、3回か出させていただいたことあるから、松村さん卒業が寂しいです。私松村さゆりさんになんかなんだっけ抱っこ赤ちゃんだっけ、めっちゃ懐かしくない、そうなんかギューってあのその企画で
ギューってしてくださって、ハグしてくださって、すごい嬉しくて、そのスクショとかまだ持ってます。懐かしい懐かしい。抱っこ赤ちゃんってよくやってたね昔でもそれすごい嬉しくて、そう、さゆりんごさんに、松村さゆりさんに、そう、抱っこ赤ちゃんってこうやってギューってやることなんですけど、イコラブでその時流行ってて、生のアイドルが好きの番組さんはいつもその流行ってることとかやってほしいことありますかみたいな質問が、アンケートがあって、それに多分私が書いてて、そう、生ドル出れるのすごい嬉しくて、そうなんですよ。1回目と私で、2回目はちょうど多分広島かなんか行ってる時だったのかな、広島じゃなかったから、なんかの仕事とかぶってて、いいな、もう生のアイドルが好き、行きたいみたいなことをなんか話してた気がするんですよね。そうで、3回目にまた出させていただいて、違う、まあイコラブの中での3回目かなんかに、私としては2回目だけど、その時もギュッてしていただいて、その時がそれだったのかな。そう、1回目はミリニャ、ひとみ、サナ、アンだったかな。で2回目がマイカとかがいたんだよね。で3回目はイオリとリサとアンだったので、イコラブの中での4回目がリモートだったのかな、多分その前にあったのかな、ちょっと覚えてないけど、リモートの時もあって、リモートの時は私とミリニャとサナ3人だったんですよ。懐かしいすごいね、思い出。そう、かなおさんが、そう、なかなかなさんもめっちゃ、もう本当に優しくて、乃木坂さん、濃い方がトレンド、やった、濃い方、乃木坂さん、まあ、でも乃木坂さんはまあソニーさんだから、私たちもソニーさん、レーベルがソニーさんなので、そうですね、結構ライブに行かせていただいたり何回か、あ、今日選抜発表、ああそうなん、そっか、もう1週間経ったんだ。武道館、いや、そうだから武道館に初めて行ったのが、唯一ってか見に行ったのが武道館、あの生駒さんの卒業コンサートをみんなで見に行かせていただいた時でした。武道館は、それ以来のイコラブでやったのが武道館だったかな。懐かしい。そう、感動したのめっちゃ。その時は全然コロナとかもなかったから満員で、で乃木坂さんといえば紫じゃないですか、だからもうめっちゃ紫でとかで、すごい覚えてたのがスタッフさんからのメッセージだったんですよね。そうで、それをメンバーみんな見てるじゃないですか。でのんのの卒コンの時も何をするかってメンバーで話し合った時に、めっちゃみんなで話し合ったんですよ。11人だけどすっごい話し合って、なんか何をしたら喜ぶかっていうのをめっちゃみんなで考えて、でスタッフさんたちもメンバーだけで考えていいよって、でできることは言ってあげるからみたいな感じだったので、それでスタッフさんからのメッセージ、生駒さんの時どんな感じで出てたっけって、ああいうのいいねって、嬉しいよねって、素敵だったよねって、みんなその記憶からやったんですよね。そう、なんか生駒さんの卒コンを見てでした。そうなんかね、そういう勉強にもやっぱなるしさ、ライブ行かせていただくことって。そう
生駒さんの卒コン見てみんなが考えたやつでしたね。やっぱねもう生駒さんのそれで人柄とかもねめちゃくちゃわかるし、私さ、まあ、あれはさそのファンの方とかをさ見ててさ誰だよみたいなそんなさスタッフさんの名前をめっちゃわかるわけじゃないからさ誰だよって思うかもしれないけどさでもさなんかやっぱ嬉しいじゃん。だから私あこういうことあったんだなとかこういう子だったんだなとか、まあ全部は読み切れなくてもさこうわかると思うしさ、なんか素敵だなって思ったから。でもメンバーが一番面白いねそういうのってあーまるまるさんやーみたいなわかるから。そっか、アーカイブでね。そう、私もアーカイブで見ました。そうそう、その時は全然見れてなかった。まあ袖でちょっと見てたやつもあったけど半分ぐらいは見てなかったから多分。そうで、ほぼまあ私も見れてなかったからアーカイブで見ましたな。今何時、パパパパパパ、今何時、はい、チャチャラチャ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 、10時9分。しのぶさんのコメントはもういつも泣けるんですよね、本当に。しのぶさんの愛は本当に本当にすごい愛です。もう愛です、愛の塊でしかない。なんかメンバーのことをすっごい心配してくださって、すっごい考えてくださって、一人一人のことをすっごいよく見てくださってて、一人一人の性格だったり、そのまあ衣装の形とかもそうだし、内面もなんか全部を見てくださってる、ゴラブのこと。だからなんか一人一人についてもすごい知ってくださってるし、しのぶさんはね結構ね何でも知ってるスタッフさんの中の一人な気がする。そのイコラブのことは結構知ってると思う。わかんないけど、なんかやっぱ指原さんともすごい多分よくお話しされてるし、そう、めっちゃ前だけど、しのぶさんと指原さんと私とスタッフさんとかでもご飯とか行ったこともあるから、すごいすごいコラボのことを考えてくださってるし、指原さんのことをすごく尊敬っていうか、もうすごくなんだろう、いつも指原さんはすごいって、もう私たちもそれはすごく思ってるけど、しのぶさんもずっと言ってらっしゃるし、しのぶさんはもう指原さんが書く楽曲歌詞がすごい好きって、ずっと本当にもう指原さんに対しての愛もしのぶさんはすごいし、だからイコラブにもすごく、イコラブのこともすごくなんだろう、よくさなんか見ていっぱいいろんなことをいろんな言葉をかけてくださるし、私はめっちゃ緊張してました、そのご飯食べるとき。結構前なんですけどね、全然コロナより前だから、もう全然2年ぐらい前かな、2年は前じゃないのか、1年半以上前とかかな、分かんないけど。おいしいお肉食べました。そう、あのね、いつもね美味しいご飯とかをねすごい食べるとね、家族にね、あのねめっちゃね送りつけちゃうのなんか別にさ友達とかさにさ送るのはちょっとなんかあれじゃん、でも家族だったら別にいいじゃん。そう、意見ね、なんかめっちゃ写真とかいっぱい撮るじゃん、それなんかちょっともうすごいなんかもう見るからにみたいな時にめっちゃ写真撮るんですよ
めっちゃ写真撮ってもう何枚もめっちゃ家族に送りつけるんですよ。家族のグループ LINE にめっちゃ送って、そうマウントを取ります。毎回そう。そう、なんかママとパパ、ママのマイマザーの方はなんかすごい美味しそうだね、キラキラキラみたいな、よかったねみたいな感じなんですよ、めっちゃ普通に。でもパパの方は、ファーザーの方はなんか、マイファーザーはなんか謎のよくわからんコメントしてくるんですよ。俺も今日の昼なんか800万円のもの食べたとか、なんか意味わからん返ししてくるんですよ。意味わからん返ししてきます。なんか謎の返ししてくる。俺も昼800万の肉食ったみたいな、へみたいなとか、逆にわざと俺は今日米粒一粒しか食べてないのにとか、謎の嘘をついてきます。マイファーザー、マイファーザーボケたがりなんですよ本当に。そのなんかその私がしかも家族のグループ LINE で前なんか iPhone 変えたいみたいな、欲しいもん何って最近言われると iPhone 変えたいって言うんですよ。あ、なんかカープのユニフォームとかも欲しいとか言ってて、そしたらまあ送ってくれたんですけど、iPhone 変えたいって言ったら、なんか iPhone をなんて言ったんだっけ、なんか、なんか私フリートかなんかしたんですよね。 iPhone 変えたいって送ったのに、なんかわざと一歩骨みたいな、わざと iPhone を一歩骨って書いてなんか返してきたり、わざとなんかアンがもう一回送ったら既読無視っていう、あのただの既読無視っていう一言、四文字熟語が返ってきたりします。なんか煽られる、一歩骨とか既読無視とか言われます。携帯見たらニヤニヤしちゃう、笑っちゃう。そう、なんかマイファーザーはすごい、なんかふざけちゃうんだよな、ふざけられるんだよな、すごいふざけ出す。で大体最後にカープのカープの新井選手のスタンプ送ってくるから、こっちも菊池選手のスタンプで返す。で、あの家族 LINE、 3人のグループ LINE で話してるけど、基本的にもうマイマザーはそういうなんか美味しそうだねキラキラキラとか、もうそんな感じで、別にその iPhone のくだりとかも無視なんですよ。こんな感じです。山本家は、でもパパはなんかセンスあるなって思う。そうだけど、なんか私の友達とかとも結構なんか仲良くなるタイプって感じです。だからファンの皆さんともなんか気が合いそう。普通になんかメンバーとかおるときに電話とかしとったら、なんかわざとなんか今例えば誰々とって言ったら、おお誰々元気あとか、なんかそのちょうどひとみかな、ひとみがお休みしてる時だったかなと思う、まだお休みしてる時かなんかに、多分ひとみとアンがいて、今ひとみといるみたいな言ったら、おおひとみ元気か、なんか会いたいぞとか言ってんのパパが。会いたいよみたいな。そしたらもうひとみと電話かわって、パパヤッホーみたいなことやってた一回。
なんか瞳みたいな。でもなんかメンバーでこれあるあるで結構話すんだけど、みんなそのもう家ではさ、メンバーが呼んでる名前で多分親も呼んじゃうのよ。そうだけ、なんかよくメンバー同士で話すけど、家でもまあメンバーのこと大体呼び捨てだよねみたいな。親も呼び捨てしてるよねみたいな話結構します。そうあるあるなんだって、これメンバーの家族あるあるで結構みんなで話すんですけど、その自分たちが呼んでる名前が多分やっぱインプットされちゃうから、そうあのパパとか、あでもママは結構ちゃんつけてるけど、パパはおマイカーみたいな、そんな感じ。そうアイドルの親あるあるだと思いますこれは。でも別に多分本人目の前にしたらちゃんつけるよみんな。どこの家庭もそう。あんのパパキアラのことキャータンって呼ばんわ。キアラって呼ぶと思うけど、ナータン、ナータン、ミリニャとかミリニャとかね。面白そんな感じでそろそろ終わりたいと思います。ひーちゃんパパアンナのことなんて呼ぶやん。確かにひーちゃんパパ、ひーちゃんパパさんに聞いてみたい。わかんない、聞いたことない。そろそろ終わります。謎の急に謎の話をして終了したいと思います。13位から見ます。13位がみやちゃん、12位がたくあん、11位がゆかりん、10位がいとこんさん、9位がゆうなちゃん、8位がごえしさん、7位がとも、6位がレグルさん、5位が大根さん、4位がのんまーさん、3位があきららさん、2位がさしなゆいさん、1位がコンティヌちゃんです。ありがとうございます。コンティヌちゃんタワーありがとう。4人ランダム、1人目かんちゃんラブさん、2人目のぶさん、3人目ひろさん、4人目けいさんの4人です。ではじゃんけんします。せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんチョキチョキです。ということで今日も配信見てくれてありがとうございました。明日午前中できたら、ちょっと起きれたらというか、まあ時間、準備の時間がいい感じだったらやります。あ、立ちます。では起立。基本起立したらもう見えなくなっちゃうか。気をつけ礼、バイバイ、ありがとうございました。さよなら。